その手があったか。思いもよらぬ驚きだったのは、カムカムエヴリバディのナレーション。その声の主とは、俳優の城田優さん。クールな見た目とは裏腹に、柔らかで優しいイケメンボイスにノックアウトされている。お茶の間の奥様も多いのではないでしょうか。そして、最後に来る、お決まりの流暢な英語慣れ。もうこれだけで男前確定じゃないですか。そんな城田さんのことが気になって、調べてみることに。本名は、ユー・シロタ・フェルナンデス。1985年12月26日生まれの現在36歳。出身は、東京都で国籍がスペイン。身長190センチ、血液型O型。堀越高等学校を卒業していて、大の親友が尾上松也さんなのは有名。同級生が、上戸彩さん、蒼井優さん、山下智久さんと、超豪華なメンバーの中で高校生活を過ごします。小学校では、激しいいじめに遭ってきた城田さん。幼い頃から歌うことが大好きで、自然と芸能活動に興味を持ち始めて、自ら、13歳の時に芸能事務所に所属したそうです。城田さんといえば、長身かつ西洋的な美形という印象ですが、城田さん本人にしてみれば、その顔立ちのせいで、演じられる役柄が限定されてしまい、オーディションに100回以上落ちるという、悔しい経験をたくさんしたことから、コンプレックスしかなかったそうです。でも、同じクラスだった山下智久さんから、すぐに咲く花なんかないじゃん。そんな言葉をかけてもらったおかげで、迷いが消えたそうです。俳優デビューは、2003年、城田さんが17歳の時、ミュージカル、美少女戦士セーラームーンのタキシード仮面でした。その後、2005年、ミュージカルテニスの王子様、2007年、スウィーニートッドなど、順調に、舞台中心に経験を積んできた城田さん。2008年には、名作ドラマ、ルーキーズの新庄圭で、大ブレイクすることに。2010年のミュージカル、エリザベートでは、第65回文化庁芸術祭の演劇部門で、芸術祭新人賞を受賞して、その演技力が高く評価されています。日本人とスペイン人のハーフの城田さん。実は、一風変わった大家族なんだそうです。何が変わってるのかというと、スペイン出身の母親一人と、日本人の父親が4人いて、4人の兄弟がいるそうです。一体、4人も父親がいるとは、どういうことでしょうか。母親のペピー・フェルナンデスさんは、現在、なんと4回目の結婚生活なんだとか。今までに、城田さんと4人の子供を授かったそうです。さらに詳しく調べてみると、ペピー・フェルナンデスさんは、日本に来てから、モデルやタレントとして活躍。ルックルック、こんにちはや。ここが変だよ日本人にも出演されていたそうです。なぜ日本に来たのかというと、20歳の頃、最初の結婚のためだったそうですが、今の時代とは違って、男性の祖父が、青い目をした白人の嫁を快く思わなかったそうで、手切れ金を渡して別れさせようとしましたが、それを押し切って結婚した2人には、丹羽大さんと丹羽マリアさんが生まれます。その後、ペピーさんは、その美貌を生かして、ワイドショー番組のレポーターで、活動を始めたものの、タレント活動を嫌った旦那さんと折り合わず、結婚から約7年後に離婚することに。その後、ルックルック、こんにちはがきっかけで、放送作家の城田光男さんと知り合い、1984年に再婚。城田純さんと城田優さんが生まれます。ですが、城田優さんが2歳の頃に、バルセロナオリンピックでの父の仕事の都合で、家族は、揃ってスペインに移住することに。6歳までスペインに滞在した城田優さん。ですから、日本語とスペイン語が喋れて、独学で英語もマスターしたため、今は、トリリンガルなんだそうです。なるほど、英語が流暢なはずです。しかし、城田優さんが、10歳の頃に離婚。理由は性格の不一致だったとか。その後、母親は12歳年下の男性と入籍したものの、
結婚式の1週間前に逃げられるまさかの展開に。43歳の時には4度目の結婚をして吉村里奈さんが生まれています。ですから城田優さんは2人目の父親が実の父親ということになります。スペイン出身のペティ・フェルナンデスさん、日本に来てからの人生も半端ないですが、その生い立ちは想像を絶するものでした。どういうことかというと、8歳の頃ペティさんの母親は井戸に身を投げてこの世を去っているそうです。その後は祖母に育てられましたが、ペティさんが悪いことをするたびに祖母は10本の指に針を刺したんだそうです。なんか恐ろしいですね。やがて父親が再婚したことでさらに過酷に。ママ母はペティさんが大切に育てていたウサギをシチューにして食卓に出したり、お前は捨てられたこと常に言われ続け、朝から晩まで工場で働かされ、給料はすべて祖母とママ母に巻き上げられて奴隷のように扱われていたそうです。たまらず14歳の時に家を飛び出したのだとか。壮絶すぎて言葉もありません。城田優さんの実の父親は城田光雄さんとおっしゃって、教会ではかなりなやり手の作家のようです。1991年に株式会社放送作家集団テレスコというスッキリやヒルナンデスも手掛けている精鋭集団に席を置いていました。今は一人で悠々自適に暮らしているそうです。城田優さんは現在も父親ととても仲が良く、自身の誕生日に父親とのツーショットを SNS で公開しているほどです。兄弟の現在はというと、長男の丹波大さんですが、妻は作曲家の久石譲さんの長女の舞さん。2016年参院選挙で大阪維新の会から神奈川選挙区で立候補するも落選しています。長女の丹羽まりあさんはフリーハンドのペイントアーティストの一男一女のシングルマザーです。閉店しましたが、母の経営するスペイン料理店でシェフをしていました。次男の城田純さんは16歳からモデルとして活躍した後、俳優歌手としても活動していますが、ジュエリーブランドも立ち上げています。2019年に一般人女性と結婚しています。三男が城田優さんとなります。最後に次女の吉村里奈さんですが、彼女はリトルグリーンモンスターの一員でしたが、デビュー前に脱退されています。2017年までスペインの大学に在学後、帰国してモデルに復帰されたそうです。姉のマリアさんがマネージャーなんだとか。城田さんは里奈さんを溺愛していて、子供たちは皆仲がいいそうです。二人の兄がすでに結婚している城田さん、せめて45歳までには結婚していたいそうで、理想の結婚相手は料理ができて家庭的な人、周りに思いやりを持てる人だそうです。俳優だけでなく監督や演出もこなす城田さん、気になるのはその年収、一体いくら稼いでるのでしょうか。少し前になりますが、2016年は2800万円、2017年1050万円、2018年は2300万円と言われています。彼の人気にしてみると、意外に少ない感じがしないでもありません。その一つの要因としては、舞台中心というのが大きいかもしれません。城田優さんクラスなら、連ドラ10話で550万円ですし、映画だと1本で約200万円。CM は1本約2000万円ほど、舞台1本で約150万円だとすると、そうなってしまうのかもしれません。高校時代には月給で5万円をもらってたそうですが、そのうちの2万円は母親に渡していたという城田さん、なかなかできないことですよね。今でも忘れられない音楽の日、親友の三浦春馬さんに捧げた歌、グリーンの奇跡リメンバーミーを聞いてもらい泣きした方は多いでしょう。そしてくしくも同年の10月1日に所属事務所を契約満了で退所すると報告されたことで、その後が心配されましたが、一周期も終わり
しばらくして自身のツイッターである発表をされてましたね。2022年秋に再び上演されるミュージカル、キンキーブーツで今は亡き親友の三浦春馬さんが演じたドラァグクイーンのローラ役を引き継ぐことになったそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？城田さんの座右の銘はラブ&ピースなんだそうです。だから彼の周りには愛が溢れているのかもしれませんね。城田優さん、これからも陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。